はい、皆さんこんにちは。動画撮影の直前に少しでも見た目を良くしようと思って片手12キロのダンベルでパンプアップをしている物販講師の黒沢です。私はもともと会社を設立して会社の取締役をやっていたんですが、その会社をぶっ潰した引き金の一つになったアマゾンの出品禁止商品について今回は説明させていただく、解説させていただく、紹介させていただく動画の第2弾後半戦となります。今回の本題に入る前に2点ご理解いただきたいことがあります。まず1点目っていうのは、その代表取締役の人を悪く思わないでくださいっていうことなんですね。どうしてもいろいろ話していると、その代表取締役が悪いやつで自分が被害者みたいな風に思ってくださる方もいるのかもしれないですけれども、決してそんなことはないし、自分はその代表取締役、まあ一緒に会社を設立したその人に対して恨みつらみっていうのは1ミリも存在してません。当時お金がなかったから金づるとしてその代表取締役を代表取締役に仕立て上げてうまく利用してやろうっていうね、すごいいやらしい姑息な魂胆っていうのがこっち側もあったところっていうのはあるんですよ。その結果として歪んだ気持ち、歪んだ考え方のまま設立して、それがバタッとなってしまったのは私にも十二分に責任がある。代表取締役をこの野郎っていうつもりは微塵もないっていうのはご理解ください。2点目なんですけれども、会社を倒産させたっていう話をこうやって普通に私してますけれども、倒産させたことがすごいみたいな武勇伝的に話す人って実は結構多いんじゃないかなって思うんです。ネットビジネスでも何百万の借金をしてそこから這い上がってきたみたいな話をよくする方とかいるし、倒産したんだけれども今は成功しているドヤみたいな人も結構いらっしゃるのは確かなんですけど、冷静に考えてみてください。会社を倒産させるって誰でもできることなんですよ。会社を作るのだって25万円、約25万円行政書士さんに渡して設立の手続きやってもらえれば作れるわけですし、会社を解散するっていうその手続き自体も行政書士さんにお金を支払って、まあ何ヶ月もかかりますけれども行うこと自体は誰でもできるわけですね。だから会社を倒産させたからこの人はすごいいろんな経験をしてすごいって思う必要は個人的にはないと思うし、考えるポイントとすれば、その倒産をどうやって自分でね、自分の学びとして受け入れてその後動いていくかっていうことが大切なのであって、その倒産したからすごいだとか何百万元借金したこんな私がっていうネットビジネスのいろんなアピールしてる文言ってありますけど、そこにあんまり引っ張られすぎない方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。はい、では早速私が会社を潰した引き金となった商品っていうのを紹介させていただきたいと思う。これ実はピンホールグラスっていう名前でアメリカだと売っている商品です。どういう商品かっていうと、私みたいに近眼の人間がこのグラスをかけることによってメガネをかけなくても景色っていうのがはっきりと見える、まあ要するに視力回復トレーニング用のメガネとして売っているこのピンホールグラスが、実はこの商品が出品禁止商品になってしまって、1050個仕入れた後550個まだ FBA Amazon の倉庫に在庫があると時に突如出品禁止、出品停止となってしまった商品なんです。視力回復ってよくよく考えてみたら医療行為ですよね。目の性質っていうのを利用して普通のメガネをねかけなくても普通に裸眼でしっかりと見えるようになるんですよ、これかけると。確かに。でもこれって本当に医療的に視力が回復するというね、しっかりとした証拠っていうのが存在しているのかっていうと微妙なラインなんですね。アマゾンはそこに対して医療行為を謳って販売するようなものであるからこれはいけないということで出品禁止になったと。この商品今つけてるのはカモフラのバージョンですけれども、ヒョウ柄だとか、あとはピンクだとか青だとかグリーンだとか、他にもとにかくいろんなバージョンっていうのを14バリエーションぐらいかな用意して販売していました。というわけでこの商品が私が出品禁止になってしまったっていう商品なんですね。出品禁止商品っていうのはいろいろなものがあります。まあ例えば麻薬だとか銃器がダメっていうのは誰でもわかると思うんですけれども、それ以外に2つのポイントで我々って特に気をつけなければいけません。1つ目っていうのはメディカルって書きましたけど、要するに医療関係の商品っていうのは NG で、前編の動画でも紹介した足つぼマットなんてものもただの検診じゃないかと、検診
っていうのは中国の言葉なんですけれども、ただの健康の商品だから、健康グッズだからいいじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、ツボを刺激して健康になるための医療行為だっていう括りで考えられなくもないわけです。 Amazon.com の医療カテゴリーというこの括りが、我々が普段感じている医療カテゴリーよりもはるかに広い範囲を網羅しているっていうことを、まずはご理解いただければ幸いです。2点目、オリジナルって書いたんですが、もうちょっと日本語で分かりやすく書きますね。要するに我々が気をつけるべきっていうのは、この意匠権っていうものなんです。簡単に言えばデザインなんですけど、もっと正確に言えばアイデアですよね。このアイデアにオリジナリティを持たせている商品っていうのは、この意匠権っていうのをしっかりと取っている可能性が出てきます。特許庁にあたる USPTO という機関の中で、この意匠権について調べることもできるんですが、この意匠権っていうのはものすごく調べづらいんです。ちなみに一つ具体的に商品挙げさせていただきますと、はい、こちらなんだかわかります？これって机で突っ伏して寝るときに頭をズボッと入れて、手もズボッと入れて、その中でぐーって仮眠を取るための専用の、なんていうんでしょう、枕なんですけれども、実はこの商品、意匠権が取られている商品です。この商品を出そうとすると、意匠権を侵害しているっていうことで出品停止になってしまう。でも一見意匠権取れてるかどうかなんてわからないじゃないですか。だから一言で言えば、すごい面白いアイデアだな、オリジナリティがある商品だなっていうものは、この意匠権を気をつける必要が少なくともあると思う。すごく独自性のある商品だから、んっていう商品は危ない橋は渡る必要ないという、私が言っている物販の大原則に従って出すのを控えるっていうことが無難だと思います。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。